今回紹介するのは「不屈に生きるための名作文学講義」という本です。病気なほど本の偏愛者である作家大岡麗が体当たりで描く名作文学の取説、取扱説明書全25号本と深い仲になるとは自分以外の誰かを生きることであり本と友達になる経験だ。 と著者は説く神なき時代の弱き人間の姿をピノッキオに重ね合わせよう見解くなど普及の名作文学が生き延びるための知恵として私たちの前に今よみがえる高校生向けというのは大人向けだということを思い知らされ心底引き込まれ充実した時間でした読んだことのある本署名は知っているけれど未読の本 作者の名前すら知ら知ない本、数々の書籍が登場しその量と範囲レベルに翻弄されましたまるで自分がサンドバッグになったようにボコボコいろんなことが入り込んできてインテリジェンスマゾヒズムを感じるほど心地よい配線を味わった満足感の中にあります読んでみたいとチェックした本のリストを見たらこれは本屋を設けさせそうだとちょっと と悔しくなりましたが、全然惜しくない出費に思えます。以上、興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。